はい、皆さんこんにちは、お久しぶりです。ジジャン HK です。今回は部屋紹介って感じでいきなりなんですがやっていきたいと思います。部屋紹介って言いましても、前回のシャック紹介と銘打った動画が去年の2月ですから、結構様変わりしてます。まあ、前回と変わった点も含めて説明していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、シェア紹介っていうより机紹介にはなると思うんですけど、まあ、今目の前に見えてるのが MG12XU です。まあ、後々説明するんですが、いろいろあって左側にミキサーを移動しました。このミキサー自体は、まあ、何も変わってないですね。まあ、マイクが繋がったりいろいろありましたけど、いや、それはもともとあったな。で、メインのヘッドホンはシュアの SRH240A ってやつです。ヤマハのモニタリング系のやつも欲しいんですけど、壊れることもなくとっても丈夫なんで問題はないですね。あと、それと、まあ、たまに別の音楽の方のアカデキャスで使ってるPGA58 っていう有名な SM58 ってダイナミックマイクの1個下の少し安いモデルになります。まあ、XLR でキャノン端子でミキサーに繋がってる感じですね。で、机こんな全体像今更映すんですけど、こんな感じです。ちょっと上が説明書をね、開きっぱなしだったんですけど、まあ、なんか見慣れないものがある方もいるんじゃないでしょうか。明らかにね、前回の紹介の時はなかったっていうのは分かる方もいるんじゃないかと思いますが、自作 PC のケースを変えました。電源も変えたんですけどね。でもマザボは変えなかったので、残念ながら今中身は動かないので、ただのでっかい箱になってます。なんかこういう系のミスをちょくちょくやらかしてるんで、やめなんだかなって感じで来年を待ってます。正月シーズンね。一応後ろと前面2つファンがついてまして、前面はまあ青色で電源入れると光ります。で、今じゃあこれは何だということですが、右下にノーパソがありますね。紫色の結構古いやつだとは思いますが、一応ウィンテンで動くバイオです。で、 HDMI と USB はもう常に埋まっております。 USB につながっているものはキーボードとマウスの他に、まあ、さっき紹介したミキサーのダック用の USB になりますね。で、 HDMI で今年の正月で買った1万3000円くらいのイヤマの21.5 インチくらいのモニターにつなげてます。このイヤマのモニターめっちゃ良くて、しかも日本製とのことでドット掛けとか初期不良とか全くないのがめっちゃいいですね。お金結構コスパもいいんで、 FHD モニターが欲しいって時にはおすすめだと思います。ちなみにノーパソも気づいたら1903にアップデートしてました。自分でなんですけど知ってました。はい。で、少し下に移って、キーボードはまあそんないいやつじゃなくて K120 って、うん、昔からあるやつだというわけですが、めっちゃシンプルですね。シンプルイズベストなロジクールのキーボード でございます。将来的にはロジクールゲーミングのピカピカ光るやつとか、最近出た光るやつの中でもなんだっけ、キーストロークが薄いやつか、なんか打ちやすそうだから欲しいなとは思ってますが、さすがに3万とかするときついなって思います。で、その先 SD とかカメラで使ってる CF カードとかが落ちてますね。で、電源ケーブルってことですが、少し前っていうか本当に最初期の頃の動画は Fire P10 Lite っていう Android スマホを使ってたんですが、まあそのスマホが1年くらい前からバッテリーがもうへたってきて、最近 iPhone8 に変えてライトニングケーブルがあります。今撮ってるのも iPhone8 です。ちなみに2ヶ月前の Apple 丸の内に行った時の動画は 6S となっておりますが、まあ iPhone だからそんな釣りは変わんないですかね。で、その時に東京行った時に
合わせて秋葉で買ってきたヒューゲって読むんですかね、 HUGE っていうトラックボールマウス、マウスなのかな、トラックボールってやつです。まあボタンがいろいろある、まあ操作で場所をマウスと違ってボールで動かすんで、まあ場所をスペースがいらないのがめっちゃいいです。あと大きめの手なんですけど、めっちゃそれでもヒットするような使い心地と、まあボタンがファンクションキー3つと右左前後のやつとこれと、あとこれでトラックボールの感度を変えられることができます。まあ正確には動く、どれだけ動くかですね。私がヨドバシに行った時店舗で3080円でした。あの時はめっちゃ値下がりしてましたけどね。私が買った後ほぼ直後くらいにガッて値上がりしました。もうこれはもうタイミングだったなと思います。少しじゃあその先のパソコンの紹介になりますけど、ちなみに電源は今年の9月に変えたクロート志向の 600W なんですが、残念ながらまだ持ち物になってます。で少し見えづらいんですが、こちらの方に手が白飛びしてるんですけど、こちらの方に10口電源タップがございます。確か何だかサンワサプライさんの10口電源タップですね。まだ全部は埋まってないんですけど、まあこれからもいろいろ充電する用とかで買い足してくんで多分埋まるかなとは思ってます。一応そこにミキサーとかも全部つなげてますね。まあパソコンがそろそろ電気を食いそうなんですけど、どうにか省電力構成にしたいと思ってます。で少しジャックの方なんですけど増えてますね。821は変わらないとして FT280 を祖父からもらいまして、でこちらの703はお借りしている状況です。と言っても最近マジで他の趣味に没頭したりなんやなんだかあって、残念ながら無線の方にはあんまりオンエアできてなくて、お金もまあたまらないもんですから、一応電波出せるのは821でモデルだけですね。でそれのマイクと、まあ、こちらもいただき物のリニア電源と、まあ、その下もその下は変わらないですけど向きが変わっていたりしますが、いろいろもらい物とかで溢れてて、自分のお金で買ったのはこちらの2つですかね。埃が溜まっちゃってます。でさっき外しっぱなしでしたが、一応これが紹介し忘れてましたけどパソコンケースの蓋になりますね。なんだっけ、サーマルテイクのやつですね。でこちらが置いてあるんですが、 USB と SD とラジオが聴ける、前100円で買ったっていうかもらったくらいのあれなんですけど、100円のである場所で売ってたラジオです。USB のやつもね、流せるって AC も使えてタンパー系も多分聞けるのかなって感じの設計ですごいんですよ。ちゃんと音も出るし、これめっちゃいいですね。でその下には元々のパソコンケースがあって、ネジとかとりあえず動きっぱなしにしています。まあ机紹介になるんですけれども、まあまだ多分来ベータ版って少数で、多分来年くらいにまたもっと綺麗になるかなとは思ってますが、そんな感じで、はい、じゃあ今回ご視聴ありがとうございました。来年に向けて、まあ、お金の使い方とか一応計画立てとこうかなって思っております。じゃあご視聴ありがとうございました。 JJYHK でした。さよなら。